安田さん、到着が遅れてないんですけど、はい、ここに来るのがギリギリで。そうなんです、皆さん俺はどこにいるのかと。先ほど到着されたばかりで、このままだと私の独壇場になるというちょっとヒヤヒヤした場面があったんですけれども、無事にご到着されて良かったです。美女虐待というやつでちょっといじめてみたかったんですけど今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。最近は安田さんはテレビをご覧になった方もたくさんいると思いますけども、 TBS のサンデーモーニングの解説コメンテーターとしてほぼレギュラーの出演機会で、ね、はい、日曜日の朝 TBS をこうチャンネル合わせと安田さんが非常に的確な凛々しいコメントをしているということで、非常に彼女の発言を注目している人も多いんではないでしょうか。はい、ありがとうございます。ね、今日ですね、実は初めてこのオリンパスブースで一緒に対談をさせていただくんですけれど、実はお互いにある程度その写真をセレクトしてきているんですけれど、何の写真を持ってきたのかっていうのを実はお互いにシークレットにしたまま、一体ハービーさんがどういう写真をお持ちなのかっていうのを全くわからないまま、話の流れでポンポンとその写真を選んでお見せしていこうというコンセプト で、 ですので、非常にアドリブ的な要素が多いので、はい、でも矢沢さんは非常に多くトークショーを全国つつ裏裏、ね、なさってますよね。いえいえ、とんでもないです。だからもう喋るのはもうテレビもこうしたライブもお手の物という感じで、やはり写真表現っていうのと口でまた何かを伝えるっていうのはね、両輪のように、自転車の前輪と後輪のように両方とも大切ではないかと思いますので、今日は40分という時間ですけども、我々が写真にどんな思いを込めているのかというようなことをお伝えできればいいのかなと思っております。じゃあ最初に安田さんの1枚を見せていただきます。すいません、はい、うん、お願いしていいでしょうか。うん、これは安田さんつい数日前、はい、ヨルダンから帰って見えて、はい、今その渦中の、世界 の、 その注目を浴びている、地方のですね、はい、イスラム圏のヨルダンに行ってらして、はい、ハビさんも後ほど中東に行かれた時のお話なんかを伺っていきたいと思うんですけれども、皆さんもヨルダンであったりシリアであったり、そういった国の名前というのが特に最近ニュースの中で耳にされることが多かったと思うんですね。でつい先週までヨルダンという国に足を運んでいたんですけれども、それはヨルダン自体の撮影ではなくて、実はその北側の国がシリアという国なので、そこから流れ込んできているシリア難民の方々の取材に伺っていて、実は2009年までなんですけれど、私自身このシリアという国に足を運んでいて、私が今まで足を運んだ中で、ハービーさんもいろんな素晴らしい風景をご覧になってきていると思うんですけれど、シリアという国が実は私の中で一番美しかった国なんですね。で皆さんにご覧いただいているのが2009年の時点で撮ったシリアの首都のダマスカスに位置しています、ハミディアと呼ばれるスーク、スークというのが市場なんですけれども、本当にシルクロードの起点の一つでもあるので、何かこうタイムスリップしたような、時代にこう自分がこう何か迷い込んでしまったような、そんな錯覚にとらわれるんですよね。この頃はシリアもまだ平和、はい、かなり安定はしていましたね。やっぱりそれがやっぱりああいう戦火に巻き込まれるというふうには全然想像はしていなかったんですけれど、ちょっと25番の写真に写っていただいてもいいですか。これは綺麗なね、高台から写した、はい、これがさっきの街並みを上から撮影したものなんですけれども、カシオン山という山からシリアの首都のダマスカスを撮影させていただいたもので、夕方になるとこうやって土壁に夕日がポーッと出てきて、で次の写真26番の写真お願いしてもいいですか。それが夜になるとですね、こういう夜景に変わっていくんですね。なので東日本大震災が起きたのとほぼ同時に戦争というのが起きてしまったんですけれども、この美しかった風景はどうなっているのかなとか、あの時一緒に過ごした人たちはどうしているのかなとか、そういったことに本当に思いを馳せない日はなかったなというふうに、ですね、はい、本当に綺麗で、こうした市民の生活ってものが、一つのこの政治でもって
動いてしまう、亡くなってしまう、でいつも一般の市民が多く犠牲になっていると。うん、そうですね。だから戦火の最前線じゃなくて、それが過ぎた後でも一般の人はどれだけの被害を被って生きていけ、いってるんだろうかっていうところにも、そのフォトジャーナリストとしては、はい、写真を撮ってそれを伝えなければいけないっていうのがあって、何もその兵隊さんの前に出てロケット弾撮るっていう、そういうのもニュース写真としてはあるけども、安田さんなんかが求めているのは、日の当たらないだけど市民が戦火の後たくましく生きている、もしくは非常に、トラブルの中で生きているっていうところをね、伝えていくっていうのが彼女の使命としてすごくあるんじゃないかと。でこういった美しいのを見れば、はい、なおさらね、この光がもうないかもしれないと思った時に、一体戦争って何なんだっていうことを思いますよね。そうですね。やっぱりこの光の一つ一つっていうのが一人一人の人生であったり、命であったり、そういう細かなところに想像力を呼んでいかないといけないのかなというふうに、やっぱり中東に足を運んでいて思うんですけれども、一言にその中東といっても本当にいろんな個性があっていろんな地域があるんですけれども、私自身は足を運んだことがないパレスチナに、おそらくハービーさんも足を運ばれてると思うんですけれども、中東といえばね、はいはい、安田さんは1987年生まれ、はい、今27歳になられた、はい、で僕より30年ぐらい若いんですけど僕が初めて中東に行ったのはね、はい、1973年、その当時今50代の方は記憶にあるか、石油危機、オイルショックっていうのがあって、産油国がオイル の輸出をストップして、はい、で日本はオイルがないと何も動かない国ですから、非常にパニックになったっていう、1973年の石油危機っていうのがありましてね、その時僕はイギリスにすでに住んでいて、はい、この産油国っていうのはどういう暮らしをしてるんだろうっていうんで、クウェートに行ったことがあるの。あ、そうなんですね。そうしましたら、その、はい、油、いわゆる 石油が出るから、我々はなんて言うんでしょう、材料を輸入して加工して、車にしてラジオにしてカメラにして売ってるっていう国ですよね。で産油国っていうのは、家の庭掘れば木のなる石油があるっていう国で、はい、本当にそのクウェート人の家はお城みたいなところに住んでて、はい、で一方でその労働者っていうのは遊牧民族とか、はい、周りの国の貧乏な人たちを雇ってきてるっていうね、いうのを見たのが73年。その時にクウェートの大学に行きましたらね、はい、僕は美人に、写真家っていうのは美人に弱いわけですけどもキャンパスでね、綺麗な子がいたんですよ。で、はい、恐れ入ります、一枚写真撮らせてくださいって撮りました、はい、でその美人の方にね、はい、あなたはクウェートの方ですかって言ったら、いやパレスチナという国から来たんです、でも私の国はいつまであるかわからないので、今は帰れないんですというようなことを、その頃あんまり英語喋れないんでそんなようなことを言ってた、はい、で、ああこんなに美人の女子大生の運命をその左右する国があるんだ、不幸を背負ってる人たちがいるんだ、でそれまで僕は23歳まで日本で育ってて、そんなにその戦争が終わってから生まれたもんですから、ある程度何でもあるような東京に生まれた、そこでパレスチナっていうのがすごく響いて、それから40年後にまあパレスチナに行って、あの彼女は一体母国に帰れたんだろうか、幸せをつかむことができたんだろうかっていうのが最初のパレスチナで、無意識にその彼女を探していたと、はい、まあ、その彼女が生きてれば50過ぎてるんでね、もちろん住所も分かりませんし、はい、尋ねることもないんですけど、はい、でまあ、パレスチナに関して言えば、イスラエルと隣同士で、特にガザ地区っていうのはもうどんどん爆弾撃ち込まれて2000人とか去年亡くなったりして、はい、まあ、ところがそのみんな人を恨んでる顔じゃないんですよね。どうでしょう、日本、はい、あの地域って日本人ってわりかし受けがいい。そうなんです。私自身もそのシリアに初めて入国をした時に、入国 そのパスポートコントロールの方にですね、お日本人かって、トヨタナショナル
なんだっけな、あ、その時は稲本だったんですけど、オリンパスとか言われてすみません、そうなんです。そんな形でかなりその親日的な色っていうのは非常に喜いなというのは感じますよ ね、やはりだから私もね、うん、そのパレスチナでも、うん、日本だっていうとすごく心を許してくれた、うん、でみんなそのイスラエルが勝手にあのパレスチナの中に分離壁っていうのを作っちゃいまして、うん、800キロに及ぶ10メーターぐらいの高い壁を、うん、で安田さんが生まれて2年後にね、はい、ベルリンの壁っていうのが壊れるんですよ、うんうん、1989年それも私行って、うん、はい、で現地の若者と一緒にハンマーで壁を壊してたんですね、はい、でもベルリンの壁の倍の高さはある。うーん、で勝手にこうイスラエルが作って、うん、はい、パレスチナの人はそっち行けない、うん、今日その壁のお写真っていうのはハビさんお持ちですか？壁の写真は、ね、ありますよ、はい、ガザ地区の写真っていうのをぜひ、ね、あのこれはね、お見せいただければと思うんですけれど、ヨルダン川西岸、自治区なんだけど、はい、27番ハビさんの写真27番お願いします。おや、これは多分パレスチナではないと思うんですけど、これ24番か失礼しました。24番、これちょっとあのナンバリングがちょっと分かりにくい。これがあの、はい、壁ですよね。とこうやってでも笑顔で生きてるわけですよ。うーん、そのハービーさんが写真を撮ってらっしゃるのはそのパレスチナ人の方々が住んでいる側っていうことですよね。でもホテルはイスラエルにあったから毎日国境を越えてパスポートを 見せて、はい、であのバスの中にイスラエル兵がもあの自動小銃持って調べに行くんですよね。でなんか不審なもの持ってたらそこでまあ拘束されますけども、うん、でも日本のパスポートはね、あのわりかしもう問題にしてないっていうか、あ、行っていいよみたいな、うん、こういうところでもう10メーターの高さがある、うん、で向こうにはあのイスラエルの兵隊がいると、うん、でなんかこうけしかけてくるわけですよ、うん、でこっちが石でも投げようもんならもうそのままドドドドドってなるんですけどね、うん、ところがね、この子たちも笑ってるし、あと23番みんなね、いい男いい女なのよ、見てよこれ、ね、これバーで働いてる、パレスチナのお兄さんですわ、はい、いい顔してますわね、うん、ね、それとか21番、あ、純真な目してる、ね、いいですね、ね、非常にこの、うん、この子たち将来どうするだろうね、はい、この、うん、何年かしたらイスラエルに占領されて、うん、パレスチナっていう国がなくなっちゃうかもしれない、うん、で我々はさの写真で戦争をやめさせることまではできないけど、はい、こういう子たちが誇り高く綺麗、うん、な心で何百年、うん、いじめられたとしても、うん、人を疑うことなく生きてた人々がいるんだっていうことは残せますよね、うんうん、そうですね、やはりこう、まあ、ハービーさんもさっきおっしゃった通り、うん、例えばその戦争最前列に行って何かこう銃弾が飛び交っていたり、まあ、何か悲惨なことが起こったりっていうところも もちろんその記録するということは必要だと思うんですけれども、やはり最終的に何か平和的なものを築こうというふうに思ったときに、やっぱりこう写真を通して世界って実はこんなに美しいところがあるんだよとか、世界ってこんなに愛おしい部分が残されているんだよっていうことも同時に伝えていかないといけないのかなというふうに、う、ね、まあ、特にハービーさんの人物の写真なんかそれを、うん、20番いきます。あの同じ町のおっちゃんなんですけどね、まあ、この慈悲深い目してるわけよ、これ、うんうん、ジャパンとか言うだけなんですけど、はい、あのアラブの言葉で写真をスーラ、はい、ね、だからスーラって言うんですけど、はい、スーラジャパンとか言うだけで他の僕言葉喋れないですよ。それでこういう顔してくれて、ね、日本人頑張ってんじゃんっていう、よくこんな遠くまで来たねっていう顔してますよね。ね、特にやっぱり向こうの方って目力がものすごい強いんですよね。こう私たちもやっぱりこうファインダーを通してそれに負けないぐらいこう真正面から対峙しないとっていう気持ちにさせられますよね。まあ、例えば東京で子どもたちの目を見ると、うん、なんかいい成績を収めなきゃとか、うん、なんか日本人ならではのプレッシャーっていうかそういうところで潰されてるところがあって、本当の個性っていうものをどれだけ
伸ばしてあげてるんだろうっていうところありますよね。なんかカンボジアでも、まあ、ヨルダンでもかつてのシリアでもパレスチナでも子どもの目の生き生きとしたものっていうのは日本の子どもにないものがありますでしょう。確かに。ちょっと30番の写真をじゃあ出していただいてもいいですか。今ちょっと子どもの話題が出てきたので、でこれがですね、先日お邪魔してましたヨルダンという国に、まあ、今子どものお話しされてたと思うんですけれども、シリアの難民が、まあ、非公式なというか正式な難民登録をされていない方々を含めるともう100万人で、ヨルダンっていう国は人口が600万人しかいないのに、そこにもうすでに100万人のシリア人が流れ込んできている。でその北部にあるのがザータリ難民キャンプというところで、今だいたい8万人から9万人が暮らしているんですけれど、その8万人9万人暮らしている中に学校が4つだけ築かれているんですね。でそこでは基本的にヨルダンの国の勉強をさせられるので、シリアのカリキュラムっていうのは全然できないんですよね、彼らは。でもシリアのカリキュラムって実は音楽とか図工とかそういう情操教育がすごく豊かだったんですけれど、ヨルダン側のカリキュラムってそれがなくて、でも子どもたちは難民キャンプ生活がずっと続いているし、もうストレスもたまるし、でもそれでじゃあこの学校の中で、ちょっと非公式教育にはなってしまうけれど、じゃあ音楽の時間を作りましょうということで、今日本の国境なき子どもたちという NGO が入って、まあ、こういった時間を作ってるんですね。で例えばその先生方がじゃあたまには新しい音楽をやってみようかってことを振るんですけど、彼らはやっぱりこうシリアで自分たちが知っていた音楽、自分たちがかつて歌っていた音楽っていうのはやっぱり歌いたがるんですよね。でそうすることによって自分の大好きだった場所を思い出せるからって、自分が一緒に遊んだ友達のことを思い出せるからっていうことで、まあ、難民キャンプの中でも特に本当に束の間なんですけれども温かい時間が流れる空間で、もう子どもたちの目が本当に生き生きしてるんですよね、そのシリアの自分たちの歌を歌っている時っていうのが、その、まあ、シリアの昔歌ってた歌を、例えばヨルダンに来たらあんまり歌えないかもしれないけど、でもこういう機会があって、自分たちが生まれ育ってきた国の文化っていうものをもう一回感じることができるっていうのは人間にとってとても幸せなことじゃないですか。で一方でその、まあ、東北にしても、はい、昔住んでた町がもう崩壊して再建ができなかったりとか、もしくはダムの底に沈んじゃった、まあ、山あいの村とか、やはりこのふるさとをいろんなことで失っている人っていうのがいるし、まあ、自らの意思で、ふるさとを捨てて東京に出てくる方もいるかもしれないけども、帰ろうと思った時に帰れないっていう、っていうのはすごく不幸なことで、昨日たまたまテレビで南アメリカのテレビクルーが東京に来て、で日本のいろんな歌を聴いて、わーすごいなと。でその結果、その南アメリカから来た放送のなんかレポーターの女の子は、いいもの、日本でいいものを見て自分の国にあるやはり素晴らしいものを思い出したっていうふうに言うんですよね。ですんで、いろんな国の文化を我々大人になって旅して触れるけど、その反作用で自分たちは生まれながらにどんなものを持ってたかっていうところにもう一回戻っていくっていうのがすごく必要ですよね。そうですね。やはり彼らももちろんああいった戦争というのはもちろん起きない方が良かったことなんですけれども、やはりそれによってここまで自分たちの文化とか自分たちの故郷のことを振り返ったり考えたりすることってなかったなっていうことを彼ら自身も言うんですね。ちょっと31番の写真に移っていただいてもいいですか。でこれがですね、同じその難民キャンプの中の学校の外壁にですね、子どもたちが絵を描いてくれたんですけれども、でこれが、シリアの南部に位置しているダラーという町から逃れてきている子たちなんですけど、自分たちの故郷ってこんなに綺麗だったんだよって、こんなに美しいところだったんだよというところで、まあ、いつかこの美しかった故郷にもう一回家族と一緒に帰れますようにっていう願いを込めてこの絵を描いてくれて、まあ、本当にいい写真だよね、これ。
これは学校の外壁なんですか。学校の外壁ですね、うん、これ自然光で撮ってらっしゃる。はい、そうです ね、いいやね、これね。 ありがとうございます、うん、でこの絵にもなんか力がある気がするし、ね、ちょうどいいところにね、あの人物を立たせて、すごく、はい、彼女たちとの会話っていうのは、うん、矢沢さんは英語でなさってる。ですね、英語を喋れる子はもちろん喋れるんですけれども、あとはまあ拙いアラビア語で、まあ、さっきハービーさんがスーラっていうアラビア語をおっしゃったと思うんですけど、やっぱりスーラスーラっていうと、もう向こう側がもう勝手に盛り上がってくれるっていう部分はありますよね。そういうふうにこう写真を通して、やっぱりこのカメラっていうものが人と人との間に立ってくれて、心と心をつなげてくれるっていう部分は、やっぱり言語が遠ければ遠いほど多いんじゃないかなというふうには思いますね。僕の3番出します。3番、これはどちらですか。イスラエルとパレスチナの間にちょうど古いマーケットがあって、はい、両方の人が行き交うっていう、そこにイスラエル兵がずっと巡回してるんですけど、はい、まあ、若い兵隊が、はい、で、まあ、あの我々カメラ持ってる時ってのはなんか変な度胸がつくのか、ちょっと一か八かコーディネーターはちょっとやめといた方がいいよって言うけど、はい、スーラって言ったら、はい、何も言わなかったから、このイスラエル兵にすごい近くに寄って、で、まあ、こう自動小銃、はい、でまああのね、アメリカの資本なんでしょうけども、うん、で、まあ、撮ったんですけどね、はい、でまあ、この人たちは、イスラエルもパレスチナもみんな兄弟なのに、うん、なんで 殺さなきゃいけないんだって、うん、彼らもどっかで思ってて、でやはりあの戦争を仕掛ける一つの駒でしかないから、ね、うん、兵隊さんもね、うん、で一番最前線に行くし、はい、駒の一つである市民っていうのも常に犠牲になるっていう。でもやっぱりこの写真拝見すると、やっぱりこう兵士としてもちろん武器も持ってますし、でも彼らの目にハービーさんに対する敵意みたいなもの、まあ、若干緊張していらっしゃるかもしれないんですけれど、何もその敵意みたいなものは全く感じられないというか。そうですね、時にあの超望遠っていうのは鉄砲に見えちゃう。からあのその分離壁でもたまに見張りがいてさ、撮ってて上でカチッっていう音がしたんで見上げると兵隊が僕を見下ろしてて、ゾッとしてすぐタクシー拾って行きましたけど、でもまあこれはこんな近くですからカメラってのは分かるけど、遠くでこうやってるとなんか鉄砲と同じように見えちゃうとやばいですね。うん、まあ、でもそのこういった人に実際に近寄って撮るのがやはりハービーさんのやり方というか、例えばその写真を撮るっていう文字、撮るっていう日本語っていろんなこう漢字があって、例えばそのテイク、その撮ってってしまうっていうのももちろんありますし、相手が気づかないうちに望遠レンズで抜いちゃう、つまりあまり言葉はよろしくないかもしれないんですけれども、盗むって書いて撮るっていうことにもなりかねない場面っていうのはあると思うんですね。でもやっぱりハービーさんのその撮影する方の撮るっていうのは、しっかりと相手とファインダー越しに正面で向き合って、だからこそやっぱり人の力というのを生で感じることができるなというふうには思いますよね。我々カメラマンっていうのは被写体をすごく観察しているように思いますけど、被写体は我々をすごく観察していると思う。よくわかります。だから彼女がカンボジアに行った時も、カンボジアの子どもたちは、あの夏樹お姉さんの優しさとかね、彼女のレンズを受け入れたっていうのは、彼女の人柄があってのことでね、で我々がなんかこの手柄だぜ、これを高く売るぜなんていうことを子どもたちが感じたら、あのとても心を開いてくれないと思うんですよ。まあ、一方ですごくそのなんと言いますか、こうカメラを向けるときに、まあ、後ろめたさであったり罪悪感であったり、時にはすごくこう躊躇する場面なんかもあったりして、例えば34番の写真、ごめんなさい、でこれがですね、あの先日ヨルダン、これは去年の時点の写真なんですけれども、昨年の9月にヨルダンを訪れたときに、まあ、シリア難民の方々がご入院をされている病院というのがあって、そこで出会った5歳の男の子なんですね。で、まあ、彼と最初に出会った時っていうのが、本当にこう空の一点をじっと見つめたままで、手を握っても握り返さないし、
呼びかけても反応がないしっていう状態だったんですけれども、で次に行った時に、私が最初に出会った時に撮らせていただいた写真をお母さんに見せたんですね。でそしたらお母さんがものすごく喜ん で自分たちは本当に木の実木のままほとんど何も持たないまま家を逃れてこの国に来たから、思い出の品ってほとんど手元に残ってないのよって、だから次はこの子が元気になって走り回ってるところをぜひ写真に撮りに来てちょうだいっていうふうに言われたんですよね。で、まあ、その滞在中に最後に彼に会った時っていうのが、彼初めて上半身を起こして本当にわずかなんですけれども手を振ってくれて、で握った手っていうのを握り返してくれたんですね。だからもしかしたらこの子を元気に走り回ってるところを撮れるのってもしかしたら近いかもしれないっていうふうに思ったんです。でも残念ながらその夢っていうのはもう二度と叶うことがなくて、私が帰国してから本当にわずか2週間後だったんですけれども、まあ、彼アブドラ君という男の子なんですけれども、アブドラ君がまあ容体急変して、まあ、亡くなることになるんですね。これあの今週号の女性自身でね、7ページ、はい、彼女のインタビューが載ってる、はい、それに今のストーリーも、はい、あの載ってるんですけど、うん、人間シリーズで非常にあの感慨深げないいインタビューでしたね。ありがとうございます。で、あの安田さんの姿勢ってものがところどころに出てますんで、ぜひ帰りにお買い求めになって安田さんの人生観写真観というのが出てます。まあ、でもこれはハービーさんに毎回毎回こう、まあ、プライベートでもご相談をさせていただいたことでもあって、写真っていうのは最終的に何ができるのかっていうことだったと思うんですよね。例えば一点これ見せて、あごめんね、8番見せてもらっていい、はい、どうぞ、うん、どうぞ写真で何ができるかってことを常に考えていて、これはね1980年、イギリスではパンクロックっていうものが非常に、うん、主流でした。うん、でピストルズっていうバンドの、はい、ボーカリストのジョニー・ロットンっていう、はい、パンクの王様みたいな人でした。うん、で、それからまあ30年経った、6番いきますね。これ岩手県大槌町で、震災から1ヶ月2ヶ月後、若い漁師の息子さんたちが絡まった網をナイフで切って、捨ててるとこなんですけども、彼の胸に、はいはいはい、ジョニー・ロットンが1個前に見せたジョニー・ロットンの顔がプリントしている T シャツを着てたわけ、はい、でそういえば1980年、さっきの8番の写真で見せた人が、パンクは決して死なないぞっていう言葉をロンドンで、はい、たくさんこう言ってて、街の壁にパンク Never die パンク is not dead っていう書いたりして、革ジャンにそういう言葉を書いて街を闊歩してた、うん、それから30年後にこの岩手県大槌町の漁師の息子がここにパンクを書いてる、でパンクはここに生きてたということで、彼に話しかけていって、まあ、いろんな写真を撮らせてもらってるっていう、はい、そうしたなんか一つのきっかけでやっと撮れた、写真っていうのがある。岩手県の漁師さんたちって私自身も取材するんですけれど、最初見た目がものすごい怖いんですよね。ですごく人見知りな人たちが漁師さんって多いので、一見話しかけるなオーラっていうのを出してたりするんですよね。だから最初はすごく、まあ、周りはもちろん瓦礫ですし、大槌町というのはかなり大きな被害を受けたところなので、かなりその最初にお声掛けをするのは勇気がいったと思うんですけれども、いました、うん、いや実はそこを見なかったことにして通り過ぎようと思ったけど、もうなんか30人ぐらいの屈強な日焼けした漁師さんに囲まれた状況の中にほっと入っちゃって、うわやばいぜと、だけどそこで写真の神様の声が聞こえたんですよ。写真の神様、お前はその、はい、人間の写真を撮ってきたカメラマンじゃないかと、はい、平和な時も、まあ、クウェートでも、ベルリンの壁が壊れた時もね、全て人間にカメラを向けてた人間じゃないかと、はい、で今こうやって復興しようとしている人たちの姿を世界に発信しないでお前は何を撮るんだっていうことを写真の神様が言ってたような気がしてね、はい、それで恐れ入ります、1枚シャッター切らせていただきます、世界に届けます、皆様のお姿をっつったら誰も嫌だっていう人はいなかった。だからその対峙するっていうこと、自分が裸になって、はい、漁師さんと一緒に生きているというかね、はい、対峙する、対面する、
っていうことから始まるかなと思います、うんうんうん、やはりこうさっきハービーさんもおっしゃってたように、あの私たちがこう被写体になってくださる方を見ている以上に、被写体になってくださっている方々が我々を見ている、我々の姿勢とか、うん、そういったものを見ているなっていうのはやはり感じますよね。4番お願いします。4番、うん、これはあの、まあ、避難所で撮ったあのおばあちゃん娘孫娘の3世代の手なんですけど、はい、 まあ、おばあちゃんは仮設住宅の中で、まあ、昨年亡くなられましたけどね。あ、そうなんですね。やっぱ、はい、おばあちゃん一人が仮設に住んでるってのは孤独でもあるし、寒いしね、壁は薄いし、プライバシーなんかあまりないし、かなりのストレスですよね、はい、でやはりあの亡くなったりしましたけどね。まあ、これは福島の南相馬だから、まあ原発もあるし、まあ地震もあるっていうね、そういうとこでした、ね、うんうんうん、でもね、ちょっと15番、あ、熊本でしょうか、これは。でこれはね、アエラに今年の1月の最初の号に乗ったくまモンも一番優しく撮ってくれということで、15、あと14、13と見せていただけますか、ね、あーかわいいで13、はい、じゃあまあそうで、これはね、あの、まあ、アイラに乗ったんですけども、はい、まあ、これはお人形さんじゃないですか、はい、まあ、お人形さんって言っちゃいけない、これあの中には人間入ってないと我々思わなきゃいけないでこういう時もその写真家はね、はい、あの、はい、撮りますよじゃなくて、うん、初対面のくまモンに、うん、今日はくまモンの一番優しいところを僕は東京から撮りに来ましたよって言うんですよ、うん、そうするとそれでくまモンさんは日本語喋れるんで、うん、はい、日本語喋る分かってこうやってね、あの握手してくれて、はい、そしたらもう何をやってくれって言わなくてもね、子供を抱きかかえて優しさをこのカメラマンは撮りたいんだなっていうことが分かったら、それで何のある程度コミュニケーションもいらない、はい、ただ目の前にあるものを自由に撮ればいい、うん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 、それが究極 の、ね、この溶け込むっていうことと相手とのコラボっていうことだと思うんですよね、はい、まあ、コミュニケーションがなくてというよりも同じような空気を本当に自然に共有しながら、その延長線上にシャッターが切られるっていうのがこういった自然な空気感になるのかなというふうには思いますよね。そうですね、うん、安田さんは写真から離れた時って何なさってるんですか、はい、趣味とかなんか趣味あの歌を歌うとか、はい、こういうファッションが好きとか、急に来ましたね、思いもよらない質問が私自身は何してますかね、うん、休みの時って、うん、なんかやっぱり今ってものすごくこう、まあ、20代って生き急ぐ時代だと思うんですけどね、だからこう写真から離れて何かを考えたり、何かジャーナリズムから何かを考えたりする瞬間っていうのがあまり良くないことかもしれないんですけど、ほとんどないような気がするんです、うん、まあ、忙しいからね、西へ東へ行ってるからそういうことかもね。でもどっかで、ね、余裕を持って自分のやってることを俯瞰するっていうことも大切だから、あの多分心から、うん、楽しむ、まあ、それがカラオケなのか絵を描くことか分かりませんけども、もう一つあるっていうことは写真にとってもプラスなことだと思うんですよ、うんうん、はい、なんかやっぱりこうハービーさんが例えばその SNS とかにですね、今日これからあのじゃあインドに取材に行ってきますとか、ヨルダンに取材に行ってきますという書き込みをするために、あの、まあ、メッセージだったりコメントでなるべくこう力を抜いて本当に自然体でっていう声をかけてくださるんですよね、うんうん、で特に、うん、あのまあ、この1週間2週間とても悲しいニュースっていうのが続いてしまって、頭の中が本当にそれでいっぱいになり続けた 1,2 週間だったんですけれども、でもやっぱりハービーさんとこうしてお話しすると、やっぱりそれでも写真とか映像って例えば悲しいものも伝えてしまうものかもしれないけれども、それでもやっぱりもっと世界って愛おしいよ、もっと楽しいんだよっていうことを写真を通して、やっぱりそれが写真の力として広がっていけたらいいなっていうことを、なんか信じさせてくださる方なんですよね。
やはりその悲しみの涙も人間はあるけど、うん、でも喜びがその間になければね、はい、いけないし、やはり希望を持って朝起きられる、はい、で朝日を浴びられるっていうのが幸せだと思いますし、はい、そうした幸せが一日でも長く続くようにっていうことを我々考えなきゃいけませんね。ちょっと32番の写真出していただいていいですか、はい、ごめんなさい、ちょっと今日は中東続きで来てしまったんですけれども、先ほどお話をさせていただいたザータリ難民キャンプというヨルダン側のそのシリア難民の方々が暮らしているキャンプなんですけれども、実は本当に今月に何人かずつか故郷を全く知らない子どもたち、そのつまり避難生活を送っている中でそのキャンプで生まれた子どもたちっていうのが増え続けているんですね。でこちらがですね、去年生まれたバーシル君という今ちょうど2歳近くを迎えることになっている男の子なんですけれども、やはりご両親の夢っていうのはいつか美しかった故郷にもう一度戻って、このバーシル君に素晴らしかった故郷っていうのを一緒に共有することだっていうことをおっしゃってたんですね。なんかやはりこう私たちが行く先々、もちろんハービーさんも被災地であったり、もちろんパレスチナであったり、いろんなところに足を運ばれると思うんですけれども、やはりそこで生き抜いている方々がいる限り、やっぱり伝えてっていうのも諦めてはいけないんだなということをたびたび感じさせられますね。そうですね、この週刊女性自身ですね、はい、これに安田さんの言葉があって自分以外に守りたいものを持つと人はこんなにも優しくなれる、私はいつも自分のことしか考えていなかったっていう昔を振り返ってる文章があったりですね、それから現地で写真家は何ができるんだろうっていうふうに現地の人に言ったら、自分たちのことができない写真を撮って、それを拡声器だね、このマイクで世界にこういう人たちがいるんですよ、こういう場所がこういうふうにして生きてる人がいるんですよっていうのを伝えること、それは現地で子どもを、ルックアフターしている人にはできない我々の力だと思うんですよね。うん、ですので、その写真の力ってものを信じて、はい、平和を祈りつつですね、はい、シャッターを切り続けなきゃいけないと思います。はい、そしてこういうのもありますね、安田さんが今回ヨルダンに行く前の日にツイッターに書いた文というのがここに載ってますね。震災から学んできたことを思うとですね、あの時多くの人々が命や生きることに向き合っていたんだ、あの記憶が生き続ければ他者の命を切り捨てたり、不寛容に傷つける言葉は減っていくのではないかっていう、ね、東北行くとみんな助け合ってたのを、僕は東京生まれの人は東北で見て、わあなんと素晴らしい人たちなんだろうと、ね、世界の人は多分パニックになったらみんなこう奪い合うのに、東北の人は列並んでコップ一杯の水を待っていたっていう、はい、それを伝えなきゃとすごく東京生まれの自分は思いました。それがいつかこう忘れちゃってね、喉元をすぎれば暑さ忘れるで、またこう自分勝手なことに人間ってなっていっちゃって、はい、またこう戦争とかは繰り返されちゃうんですけどね、まあ、でもそれを思い起こすきっかけを作ってくれるのもまた写真の一つの役割なのかもしれないなと、そろそろお時間も迫ってきてしまったんですけれど、はい、最後にハービーさんの写真何か1枚締めでいただくことってできますか。11番、お、まあ、これロンドンで僕が30歳ぐらいの時の写真なんですけども、はい、寺山修司さんという劇作家がいて、はい、まあ、ロンドンで何回かお会いして、はい、でこれを僕の最新作ですってロンドンでお見せしたら、うん、あ、君はこういう写真撮れるんだったらもうプロになれるだろうって言われた一枚なんです。まさに原点の一つになっている写真ですね。たった 2カットしかシャッター切ってないんです、うん、ベタ焼きを見ると、うん、ですので数多く撮るのがいいのかっていうとそうじゃなくて、うん、この瞬間ってシンクロする一瞬ってあると思うんだ、もう撮るなら心を込めてっていうことですよね。ということで、もうそろそろお開きという、何か座右の銘ってのは何ですか。座右の銘、こういう時にパッと返せないのがまた良くないところなんですけれども、
でもやっぱり私自身は役割分担っていう言葉をすごくどんな場面でも大事にしていて、まあ、さっきのお話に通じることですけど、まあ、写真で人の治療はできないですし、人の命っていうのは直接救えないかもしれないけれど、でもやっぱりそれぞれの役割を持ち寄るっていうことはできる。今そこで起きていることを伝える人たち、今現場で踏ん張っている人たち、その役割を持ち寄るっていうことだから、写真の力を信じてそれを持ち寄るっていう気持ちで撮っていければいいのかなというふうに思いますね。まあ、私はね、今しか撮れないものを撮る、自分しか撮れないものを撮るっていう2行があるんですけど、今日撮んなかったら明日にはもうないしっていう、だから今撮る、ね、それから自分しか撮れないものを撮るっていうのもまたすごいと思うんですよね。その2行をいつも思ってますけど、本当にこれからも温かな、本当に心動かされる写真、私自身も楽しみにしてますので、矢沢さんもこれから体に気をつけて、はいはい、ぜひご活躍ください、はい、ありがとうございます。楽しかったです、ありがとうございました。皆さんありがとうございました。皆さんご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。